ましょう。一応 ART 中のボーナスの上乗せが 50% ぐらい平均するとあるみたいなんで、まあ、さっきしましたけど今回も目指しますよ。いやーこれは弱い気がします。いやーですよね。はい、残念ながら上乗せはできずでした。でトータル603枚です。さあ6セット目のバトルです。ちょっとやばいかもしれないですこれは。ただ頑張ろう。ここで、はい、6セット645枚でした。まあまあまあ、ああ何、チャンス目です。まあ上手役なんだって言ったんで一応セリフ一つ上がりましたね。あとその上に多分2つぐらいあると思うんですけど、まあセリフがいいのになるのにつれてチャンスリプレイの規定回数天井が近づいてると。でまあ一応ボーナス ART 一突入のボーナス終了画面でもまあ質差が出ることがあるんですけど、キャラが出ます。4種類ぐらいあるんですけど、それが出るともうマジかという風になってるんで、その場合はやめない方がいいと思います。まあ今、まあ、少しではありますけども一応プラス域には来たと。で太田さんとリノさんがどんな感じなんかちょっと見に行きます。外した。ジョージ外してる場合ちゃうで。まあしゃあないよねパチンコだから。分かるやろ。あれなんでジョージアのブラックをさ差し入れしてくれたの。だから頑張ってって。だから なんもないよ。なんかやってると思った俺が。なんか頑張ってって。あそういうこと。なんもなく。あ普通にコーヒーおごってくれたんですか。何だと思ってんすか僕を。いやそんなだって僕今までかつて一回もおごってもらったことがないし。いや用意さ酒出しとるやん。酒の時出せやん俺。ああそう。いや出しとるやん。あんま記憶にないんで。普通にだからお互いチームなわけだから頑張ろうって言って。ああそういうことやったんですか。で太田さんが僕がガロー魔界が4分の1いい島があるって言ったじゃないですか、はいはいはい、それ無視して違う島座ってたんで。でもガロー打ってましたね。ガロー打ってるんで当たってなかった。応援してあげてくださいよ。いやなんかもう声かけれへんかったなんか。ちょっとほっときましょうか。ちょっとうん、ちょっと徐々にジョージ出して。ジョージが来たよ。お嬢様どうですか。いや一応僕はプラスになりました。早く回そう回そう、まあ、ちょっとですけどね。早く回そう回そう、まあ、でもまだまだ分かんないかなっていう。ただまあちょっとやばいんで、ね、当たってないっすよね。当たってない。もうちょっとアマデジ行こうかなと思って今投資いくら使ってますか。1万8000ぐらい。あ1万8000。いやいやいや、花のケージ、花のケージ。だいたい1000枚ぐらいするな。投資が900枚。900枚。うん、で、アマ、今、うん。まだ前半戦ですよね。いや、でも、逆にありなんじゃないの。まあ、守るって意味でもね。守るっていうか、まあ、この回だけじゃないやん、収録は。そうそう。ねえ、うん、いや、そうっすね、そう。いや、わかりました、わかりました。選んであげてくださいよ。いやいやいや、あの、選ぶ台がないんですよ。選ぶ台がない。もう選ぶ台はないです。じゃあ引きで出せばいいっていう。そう。
引きで出せばいいって。え、引き、いやでも、はい、パチンコのこの半日人生なんてほぼ引きですよ。まあそうですよね。うん、しゃあない、しゃあないですよね。引きですよ。ですよね、ですよね。まあそういうしかないですよね。なんか茶番みたいになってた。大丈夫これ。いや、わかる。茶番番組みたいになってるけど。茶番組。最後に勝てば何の問題もないでしょ。あ、そうやね。そういうことですよ。最後に出玉を出せば何の問題もない。そのうちらはまだ前置きをしてるだけだから。そう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 、頑張ろう。そうよし、いや、甘でも何でももういい。出せばいい。出せば出せば OK。 出すわ。出すぞ。俺は行きます。頑張って小田さん、頑張ってね。マットで見に来てください。え、マットで見に来てください。はい、多分行かへんすけど。え、まで総ゲーム数が1000ゲームになるんですけど、まあまだまだサンプル不足なんですけど、現時点で言うと、まあ奇数か偶数かって言われると若干奇数よりではあるのがまあ気になるんですけれども、41ゲーム当たった。はい、チェリーから黄色のボーナスです。決めるぜ。よし、よし、今回は一発で一発目のボーナスからマーズラッシュ。はい、では本日2回目のマーズラッシュです。まあ、このラッシュである程度余裕持ちたいですね。はい、1回目のバトルです。星4つ。この女の人結構強いんで、あかん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 、早い早い早い。うわー、マジっすか。いや、これまだ第3停止とかで単発。うわー、痛い。87枚で終了です。いやー、伸ばさなあかんとこですよ、リリベ。設定の入れ方としては、今のところ見えてるのはまあ、まんべんなくどの機種にも入ってるんじゃないかなと。特に固まってっていう様子もまあ見られない。ちょっと、番長2とか怪しいかなという節もあるんですけれども、まあ、各機種小台数4台5台構成の機種も、まあ、1台ずつ以上は良さげな挙動をしている台があるので、まあ、そういう入れ方をされてるんじゃないかなと思うので、まあ、とりあえずまだテラフォーマーズがまあ、まだまだ僕の台わからないと思うので、もうしばらく打ち続けていこうかなと思います。おお、当たりました。レバーオンで当たりました。パネルもショートして43ゲームこれ何人引いたんですかね。中段チェリー、これ8192分の1です。中段チェリー引きました。はい、ボーナス。ここで引きますか。まあ僕前中段チェリー1回引いたことあるんですけど、2連の150枚で終わりましたけど。はい、中段チェリーから大ボーナスです。はい、本日3回目になりますね。マーズラッシュです。まあ、先ほどが
単発やったんでね、今回は出玉伸ばさないと、もう時間もそこまで残っていないので、この中段チェリーを生かせるかどうか。でも18回転目だから、うん、3ライン、どれいく、これいけや、これいけや、うん、もう一回、これもう一回、もう一回、あーもう一回、もう一回いくっしょ。お、ギジさん今日初だよ。あーでもブルー、なんでやねん、なんでやねん。カオル出とったやん、カオル行くんやろ。まあここが発展するがどうすかっすけど、ちょっと寂しいかな。すげえ発展してほしい。でも発展するんだったらガロのまま行くと思うんだよな。ああでも絵が違うわ、これ上がるかもしれん、これ上がるっしょ、トラおるし。逆エンブレムではございます。あー魔界樹か、これチャンスだね。でもあーガローチェンジはなし。いやーどうだろう、まあライトなので当たっても当たってもいいかなと、まあまあいいかなとって言っただけなので、まあこうなるよね。ああここからなんか逆でしたことはないんですけど僕は、まあ、まだ怖がる中もうちょっと打つか、もうちょっと打って、あのマックスも、北斗無双ミドルもう満載だったので移動はできません。まあ、だからそれ以外で今考えないといけないので、ダメ、アイボなんか言ってんすよ、こっち向きながらあっち向きながら、お前早く当てろよみたいなね、うわみんなこっちみんなみたいな感じやったんだよな、こっちみんなバカじゃないの、お前はおっぱいばっかり揉んでるのかい。えへへへへもうこんなことしかできんよ俺は、俺はもうできんよこんなんしか、俺はこんにちは頑張るからね。まあ、僕を応援してくれてるかのようですよ本当に、うん、そうだよリノさん頑張ってね、頑張ってね、うんそうやね、うん、あいつアホかマジで。超久々なんか、あーグリーン、あ回ってる回ってる、でここからどこに発展するか、貴様の因果俺が解き放つ、放ってください。エンブレム来てほしいよねこれだったら、一応技術さんには言ったから、魔天使はいない。ああ
で、ここの色はグリーン、これでチャンスとかがあるんですよ。で、今チャンスではなかったので、次がグラスのワインの量とか、たっぷりだったとか空っぽだったときとか、これをこのまま終わりそうかな。まあここは外れます。あっ、あっ、おお当たった。あっ、しゃしゃ128、うわ、まあ、ビビッと当たりませんっつって、これいけっしょ。加減でございます。あざす、しゃあ。当時19本、シャ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 。あ、まだだ、まだなんだよこれ。打っちゃったよ、打っちゃったよ。もう気をつけてくださいね、エレクト走ってからですから。まあね、アニメだから加減だったと思うんですよ。まあ前回のもそうだったので、これは多分アニメでもね、加減確定だったと思います。濃厚加減、濃厚。俺ビビった今、目疑ったもんね今。やったよ。はい、ちょっとへそがございましたので、テレテテテですよ。よっしゃ、ここからハジュリパループでございます。やっちゃうでございますよ、僕は。これ150連ぐらいさせればいいんです。ああ。まあこれ一応打ち方とかあるんですけど、まあ最速で入れた方がいいですね、外さずに。この星のところの部位が2回選ぶようになったんで、まあ外すことが不可能になったと。なので早めに入れると。ここが入ったら止めると。はい、ダララと。まあ僕はですね、ホラーバトル、おっしゃ、継続確定、同じでしょ、全部ホラーバトルもない、継続確定、シャッシャで、もう来ていいよ。ああ、ここが15かどうかなんですよ。 50% で15ラウンドですから。でも強攻撃、よしよし、これは安心して見られる。まあ裏だったら僕このバトル選ばないですよ、好きじゃないんで。ホラーバトル大好きなんで。はい、レディ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 、おお、おお、そう来る。ポチンで復活しますわ。ということはこれ15がないのかな、もう。うん、あーきついね、マジか。 50% いけてなかった。てかまあここそっか、これは違うのか。これは 50% となるとマジ上からね、頑張ろう。入った、魔獣、まあ魔獣ゲート、ホラーバトルしか僕選ばないので。でここからドイツさん
どうしたん。あーそんなにあれ強くない。ノール。この時点で普通に80パイズあります。お尻なので。で僕ね、まあこれが閉じなかったら言いますけど、閉じて。あの前回前々回と82番単発終わってるんですけど、全部星に終わってます。さすがに大丈夫でしょう。お助け食らったよ、食らったよ、食らったよ。いやマジで終わんだよ。はい、頼んますぜ。マジ頼むよ。早い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 。おいマジでマジで、これはやばい。おーマジかよ。終わりました。俺浮かせなかったと思うんで。はい、ということで、もうどうしようもねえっす。相性悪いんで、で状況もそんな良くないので、まあ終わってしまったことはしゃあないから、探そう、他に移れる台探します。どれにしますか、決めてください。どれがいいですか。これ4回も当たってますよ。今日今ハマってるところですね。もういい加減出したい。つらい。来い、なんか来い。もう呼んでいいから。ああ、なんかいいんじゃない。あと1回なればいい。来い、お願い。なんないんかい。あ、ああけど3号あんま意味ないんだった。奇跡起きて。近い、もうすぐだ。日の目を見るまで、日の目を見るのも近い。多分私が思うに、これが今日28日なんで、28になった時に来るんです。もう少しですよ。楽しみにしててくださいね。もう来る。やばい、あと500円しかない。早い早い。あ、じゃあ A タイム見に行くから、ついでにちょっとお散歩がてらデートしてきなよ。はい、お散歩がてらデートしてきな。そんなこと言ってて伝説達成できる思てんのか。肌から思っとないよ。確かにそれ言ったらあかん。ちょ怒っていいっすよ。これ怒っていいっすよ。ビンタするぞ。グリーン、お疲れ様でした。お疲れ様でした。プロバラ伝説、はい、はい、終了しました。先日調査に行ってまいりました。調査の結果ですが、パチンココーナーもスロットコーナーも稼働が良く、すご
ごく盛り上がってましたよ。ぜひぜひまた調査に行きますので、皆さんも遊びに来てください。待ってます。ジャンバリ関東版、皆さん見ていただいていますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーがして得する楽しめる情報を配信中。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ねえ、次郎くん。めっちゃためになる。